The defender of public safety, an enforcer of the law. ここはフィリピンマニラにあります。テレビ番組の制作会社アルタパワーというプロダクションの編集室でございます。したがって働いていらっしゃる方は当然のことながらザ・フィリピンの方々ですが、実はこの方々が今我々日本人にとって大変気になる番組を作りました。フィリピンの皆さん方が切り取った日本像というのがそのテーマです。この番組は日本以外のアジアの国々の方々が日本に対してどういうメッセージを持っていらっしゃるか、どういうイメージを持っていらっしゃるか、企画、取材、編集すべてをその国の方々だけの手によって作ってくださいませんかという NHK の今までになかった全く新しい提案によって生まれた番組でございます。したがって私は先ほどからここにおりますけれども、彼らの作業には一切口を出さずにおります。さてこれからご覧いただくこの番組でございますが、ここには日本で作られたアニメーション番組が出てまいります。ボルテス5という名前のアニメーション番組なんですが、皆さん方のご記憶の中にあるでしょうか。少なくとも私には全くありません。それほど日本ではほとんど注目を集めなかったこの1アニメーション番組が、普通のアニメーション番組がこのフィリピンでは様々な騒ぎを巻き起こしていくのです。しかもそれが我々にとって非常に意外な展開をしてまいります。さあその騒ぎとは何だったのか、この意外な展開とは何だったのか、フィリピンの皆さん方が切り取った日本像、どうぞご覧ください。We had to think up of something that would be very unique with the Philippines and Japan. And it was then that we felt that one unique incident would be the Voltes 5 incident of 1978. We wanted to talk about people, not about official things, not about government, but people. And I think you will be pleasantly surprised to find out what has happened as far as the two peoples are concerned, specifically the Filipinos, because the Voltes 5 incident only happened here in the Philippines. And in the whole history of Philippine television, it was only the cartoons of 1978 that were ever banned over the airwaves. とひなどはかかかいのクリエットびこもたたけのうつめ。日本製のアニメ「ボルテス5」は13年前の1978年にフィリピンで放映されました。そしてテレビ史上最大の大ヒットになりました。主な登場人物は5人の若者です。彼らはそれぞれ自分の宇宙船を操縦し、5つの宇宙船を合体させて1つのボルテス5というロボットになった時、最大の力を発揮します。5人が1つに力を合わせて宇宙を悪から守るのです。金曜日の午後4時、授業が終わりました。子供たちは大急ぎで家に帰ります。
子供たちにとって金曜日は特別な日です。そう、ボルテス5の日なのです。1978年、このロボットはフィリピンの子供の心を虜にしました。ボルテス5は自分たちの時代の最先端テクノロジーであり、だからこそそこに参加したいと望んだのです。テレビの半数がボルテス5にチャンネルを合わせました。わずか30分の番組ですが、その間子供たちはみんなすっかりボルテス5になりきっていました。街にはボルテス5グッズがあふれ、ステッカーを集めたり T シャツを着て、誰もがボルテス5の歌を日本語で歌ったのです。子供たちとは反対に、親たちはこのアニメを嫌いました。暴力的だ、子供たちに良くないと放送中止の運動を始めました。子供の娯楽と片付けてはならないという反対論もありました。日本に批判的な立場の人には、70年代は日本が新たな経済侵略に乗り出した時代だと見えました。そしてボルテス5はそのための道具だというのです。しかし子供たちにとってボルテス5は平和の使者であり、憧れの日本そのものでした。ボルテス5を見て育った世代は今20代前半から30歳、若く仕事熱心な中間管理職、そして将来のフィリピンの指導者層です。ヴィンセント・パディリアは23歳、フィリピンでも指折りの大企業の管理職です。忙しい合間を縫って楽しんでいるのは戦争ゲーム。今フィリピンの若者の間で流行り始めたスポーツです。しかし1週間を充実したものにするには、もう一つ古いビデオを見ることが欠かせません。中でも一番のお気に入りはボルテス5。10歳の時に見て以来ずっと大ファンです。You know, parang, it's made, it, the Voltes 5 is made so, parang, so in, sort of, na, na fun, na, you know, everybody had to have a robot and stuff like that. So, parang, you see people gather up together and then you play mga robot, and aha, bulan kung yan, you know, stuff like that. So, parang, well, it was made pleasant in that way, no?ヴィンセントも彼の友達もボルテス5を見逃したことは一度もないと言います。Because I think it was a weekly thing. You have Voltes 5 on a certain day, Mazinger's on another day, Diam was on another day. Mark Rivera は22歳。大学でコンピューターを学びながら、音楽プロデューサーとしてアルバム作りもしています。しかし、彼が忙しいのは音楽と勉強のせいばかりではありません。マークもボルテス5のビデオをよく見ます。彼が初めてボルテス5に出会ったのは小学生の時でした。Tapos pagpatok ng alas 6 doon ako sa harap ng TV. And even ano, kahit yung mga ibang ano, ibang sa bahay namin, alam nila na nanonood ako palagi nun. Okay. Never fail. Never. Parang bagong experience eh, yung siguro because of the novelty of it.Kasi, as I remember, I think that was the first, yung Voltes 5 yung pinakauna. Kaya, siguro kasama ng mga ibang bata, nakiano ako agad ako nun. Kasi yun yung una eh.
フィリピンの子供向けのテレビ番組といえば、長い間ゲームものとアメリカ製アニメしかありませんでした。子供たちに人気があったのはディズニーのミッキーマウスとドナルドダック、そしてハンナ・バーバラ社のキャラクターでした。この2つの会社のものがフィリピンの子供番組の全てだったのです。しかし1978年、アメリカ製でないアニメが初めて登場しました。70年代後半のフィリピンのテレビはアメリカ製アニメの再放送ばかりで、子供たちは新鮮なものに飢えていました。ボルテス5はそこへ出てきたのです。I think it's because it was animation plus the fact that it's fiction. Parang at that time high tech, yeah, diba? So you have robots running around, and then and of course good against evil, the usual stuff. But then it was parang it was pleasant, no? アパオンピンはフィリピンの有力な経済誌の記者です。アパはそれほど熱烈なファンではなかったといいますが、それだけにボルテス5の魅力を冷静に分析してくれます。The quality of the visuals was unique. There was a lot of matting, there was a lot of shadow. It was the first time that you saw these things in a cartoon, and for kids it was really something. It was, remember, the MTV wasn't around yet, and you know, in that sense, Voltes 5 was visually the most dynamic, the most active thing you could see on TV.放送開始から何週間も経たないうちに、ボルテス5の絵を使った商品が街にあふれるようになりました。ボルテス5が商売として大成功を収めたのは疑いようのない事実でした。これ以後テレビの子供番組は大きく変わりました。どのテレビ局も日本からロボットアニメを買い付け、競って放映するようになりました。おもちゃメーカーも黙ってはいません。ボルテス5が始まって1年も経たないうちに、ロボットは最大のヒット商品となりました。中でも大きな儲けを手にしたのはボルテス5の配給元です。ボルテス5を初めてフィリピンに紹介した社長のラリーちゃん自身、こんな大ヒットになるとは全く予想もしなかったといいます。 The reaction of the show was beyond our wildest dream. Hey, just who do you think you are? And the first month we were hitting 18% already. And then and the, by the third month we were in the top 5. And then later on we are consistently the number one show.With a rating as high as 58%. Oh, yeah. Yes, very high rating. You know, to achieve a rating that high, it is not just children anymore. Oh, really? Yeah, if you hit something like a rating over 30%, that means you're adult viewers, or you have adult following already. ボルテス5の成功に、まもなく政治の影が差し始めます。70年代後半はマルコス政権に対する国民の不満が高まり始めた時でした。戒厳令下で暮らす生活はもうたくさんだと誰もが感じ始めていたのです。一方政府も国民に対する維新回復の戦略を必要としていました。うってつけの標的として選ばれたのがボルテス5です。
1979年8月、マルコス自身が放送禁止を宣言します。あの声明の後、ボルテツ5の放送は固く禁止されてしまいました。しかし他の局ではその後もキャプテンフューチャーやスタージンガーといったロボットアニメを放送し続けていたのです。どれも皆同じ日本製なのにです。なぜボルテツ5だけが放送禁止になったんでしょう。我が社だけが公平な扱いを受けなかったということです。うん、それはどういう意味ですか。その筋にパイプが通じていなかったんですよ。ビジネスにはよくある話じゃないですか。競争なんですから。この意見に異議を唱える人もいます。コラムニストのフランシスコ・タラトは当時情報大臣としてマルコス大統領の命令の実施に当たりました。彼はマルコス大統領が友人の経営するテレビ局に便宜を図ったというのは全くの噂に過ぎないと言います。I recall there was a lot of protest from parents, teachers and from a wide range of sources about the possible effects of this material on the formation of very young people. The emphasis was on the possible impact of violence on young people. I thought it was really stupid. I mean, frankly, I really had nothing against it. I didn't think it was overly violent. I like all the other kids were pissed off. I was definitely pissed off. I wasn't happy about it. But then you didn't control anything also. You have to live with it, no? Kasi nakikita ko, naalala ko nga, yung parabang common themes of Voltes 5, yung mga honor, dignity, ganyan, yung honesty, yung pagkatapatan ng loob ng ganyan. So, hindi ko talaga nakita yung masama eh. And I don't believe that there's anything that deserves to be banned unless it's just undeniably odious and immoral or you know, really evil, you know, and Voltes 5 is pretty harmless. しかし、親の世代の考えは違っていました。フィリピン大学の教授だったメルチョール・リハウコは、自分の子供は少しもこのアニメを楽しんでいなかったと言います。テレビのアニメというのは笑いながら楽しく見るべきものだと思います。しかしボルテス5を見るうちの子供たちはいやに深刻な様子で沈み込んだ顔つきだったんです。リハウコはボルテス5には道徳的な問題もあったと主張します。ボルテス5の第一の問題点は大人に対する若者の勝利を描いていたという点です。それも醜い大人に対する勝利ばかりだったんです。ボルテス5では子供と大人が熾烈な戦いを繰り広げ、最後には必ず大人が負けるのです。それを見た子供たちは自分たちも大人に勝てると思い込むでしょう。それがあのアニメの一番問題だった点だと思います。彼を悩ませたのはアニメの内容だけではありません。ボルテス5の人気が頂点に達した時、彼の息子もロボットをねだり始めました。息子は毎日のようにボルテス5のおもちゃが欲しいと言い出しました。機械仕掛けのものなら何でも喜びましたが、一番喜んだのは何といってもボルテス5のロボットでした。学校の授業をサボったり、宿
宿題をしなくなったりはしませんでしたか？それはなかったようです。他の親たちはどうでしたか？ボルテス5のために子供が勉強しなくなったという声はよく聞きました。我が家はテレビを見る時間を厳しく制限していたので、他のうちほどの問題にはなりませんでした。リハウコ以上に問題を深刻に受け止めていた人たちがいました。その一人、弁護士のホベンシオ・トーレスによれば、ボルテス5は日本がアジアでの強い立場を印象づけるために利用した道具だというのです。まず感じたのは、ボルテス5が使う刀の象徴的な意味です。私には侍の刀としか見えませんでした。刀が一度抜かれると、どんな強い敵でも必ずたちまちのうちにやっつけてしまうのです。ボルテス5の刀は日本という刀の威力を示しているように思えてなりませんでした。日本の強さが子供たちの心に植え付けられ、それに出会ったら屈服するしかないと思い込むようになったら大変だと考えたのです。トーレスは20年以上前、交換留学生として日本に行きました。彼はもともと日本に警戒心を持っていたわけではないといいます。留学中はむしろ日本人に対して良い印象を持っていました。日本では私がフィリピン人だと分かると、戦争中兵隊でフィリピンに行っていた人たちがひどいことをしてすまなかったと頭を下げて謝るのです。私はその度にいいえいいんです、私自身は戦争の犠牲になったわけではないんですからと答えたものでした。第二次世界大戦はフィリピン人の心に暗い思い出として残っています。しかし日本人の心の傷は私たちにも増して深かったのです。歴史学者も指摘している通り、戦後間もない頃の日本は国全体が重い罪の意識を背負っており、その重荷から逃れるために外国人、特にトーレスのようなフィリピン人を日本に温かく迎え入れようとしました。留学中の日本での学生生活はその後のどんな経験にも変えがたいほど楽しいものでした。その頃の日本には地方都市にもまだたくさんの外国人がいました。そしてみんな日本人からとても歓迎されていたわけです。日本で充実した7年間を過ごしたトーレスはビジネスの世界で日本との架け橋になろうと希望にあふれて帰国しました。日本から帰ればフィリピンにある日本の大企業の支店にすぐ就職できるだろうと期待していました。それで？で、職を探したんです。どうなりましたか？残念ながら採用してもらえませんでした。多分私の日本語がとても上手だったことも原因の一つだったと思います。今から23年か24年も前のことですから。日本語が上手だったからですか？そうなんです。日本への留学経験はトーレスの役に立ちませんでした。それどころか日本語がよくわかることが逆に彼の足を引っ張る結果となりました。トーレスは何度も日本の大企業に就職しようとして果たせず、結局日本人の経営する小さな貿易会社のコンサルタントに収まります。しかしそれも6ヶ月しか続きませんでした。その会社の人たちは何か特別重要な問題を話し合うとき、日本語のわかる私にいつも席を外せというのです。その度にどれほど不愉快な思いをしたかわかりません。私はコンサルタントなんですよ。重要な話し合いであろうとなかろうと、その相談に乗るのが私の仕事ではないですか。それなのに何か決定が下されるときは
外国人は部外者だから知らせてはならないとばかりに必ず席を外せと言われるのです。もちろん私はそういうやり方は納得できないと抗議しました。結局トーレスはアメリカ人の経営する会社に職を見つけます。しかしせっかく東京大学を卒業しながらその特権を生かせなかったことは残念でなりませんでした。トーレスのような立場に置かれたフィリピン人にとってこうした仕打ちは日本人の傲慢さの表れとしか思えなかったのです。日本の文部省も私の出た大学も卒業後留学生に何の連絡もしてきませんでした。東南アジアの他の国でも事情は同じだったんでしょうか。よく似ていたと思います。その証拠にすでに1972年から74年にかけて私たちの先輩にあたる留学生たちがたびたび反日デモを行っています。特に73年にはジャカルタやバンコクでかつての日本留学生たちが先頭に立って反日デモをしていますからね。今フィリピンには日本への国費留学生で作ったフィラジャメスという団体がありトーレスは初代会長に任命されました。この留学生の団体も日本の文部省に認知されるまでには時間がかかったといいます。幸運にもというのでしょうか、ちょうど1974年の末から日本の外務省が文部省と共同で一つのプログラムを始めたところだったのです。かつての日本留学生をもう一度日本に招待しようというもので、大会の集いとしては初めてのものでした。ようやく1974年になってからですが。日本政府も前向きになったんですね。まあそう言えるでしょう。日本政府もようやくかつての留学生と日本との間に長続きする関係を築くことが大事だと気がついたわけですから。小さな前進はあったもののトーレスの心にはまだ反日感情がくすぶっていました。それがボルテス5の登場で一気に表に出てきました。それについてはもう一度私の昔の経験を振り返ってみなければなりません。つまり私の方は日本の全てを受け入れていたのに、フィリピンにいた日本人は私を受け入れようとしなかったということ、それがわだかまりのもとになっていたのです。フィリピンの日本人は私を受け入れないのに、どうして私がこの国に入ってきた日本のものを受け入れなければならないのか、それが当時の私の正直な気持ちでした。トーレスはボルテス5に反対する親たちを集めて抗議団体を作りました。当時4つの PTA で役員をしていたことも反対運動の大きな助けになりました。私が役員をしていた PTA の集まりに出かけていくと、どこでも必ずと言ってよいほど話題はボルテス5に行き着くのです。トーレスの運動を後押ししたもう一つの要素はタイミング。ボルテス5がテレビに登場した頃、フィリピンには日本製品が溢れ出していました。当時は朝から晩までメイドインジャパンという言葉さえあったほどです。もちろんそれは誇張というか、一部のフィリピン人の生活態度をからかって言っただけで、実際はまだアメリカ製品の方がずっと馴染みが深かったのですが、当初ボルテス5はアメリカ製のアニメだと誤解されていました。登場人物の外見も名前もアメリカ風でした。しかしこのことが逆にトーレスの警戒心を刺激します。日本はアメリカを隠れ蓑にして何か秘密の計画を企んでいるのではないか。この不安はやがて名高い日本史研究家
レナート・コンスタンティーノ教授によって裏付けられます。歴史家でナショナリストの教授によれば、ボルテス5は日本人がその秘めた策略を実現するために利用した手段だったというのです。 The emergence of this ボルテス5のようなアニメの出現をどう捉えればよいかといえば、軍人精神を称えるものだということです。こうしたアニメの登場は一部の保守派政治家の隠れた願望の現れに他なりません。彼らの願いはかつての日本軍の栄光を取り戻すことにあります。それとともに天皇崇拝の伝統を復活させたいと願っているのです。第二次世界大戦中、フィリピン人は日本軍から残虐な扱いを受けました。コンスタンティーノ教授によれば、ボルテス5は戦争中の行いを正当化するキャンペーンの第一歩であり、日本は再びフィリピン征服に乗り出したというのです。戦争中、日本軍はフィリピンに侵攻し占領しました。あの時は日本軍が占領した後、日本人のビジネスマンたちがやってきました。現在はちょうど同じことが順序を逆にして進んでいるような、つまりビジネスマンの後に軍隊が来るような気がしてなりません。ボルテス5は多くの人にそうした懸念を持たせたのです。フィリピン人の反日感情を一層刺激したのが、日本人による悪名高いセックスツアーとジャパ行き現象です。また日本人工場長とその下で働くフィリピン人との間の文化の違いも問題となりました。We don't bow. Okay? フィリピン人にはお辞儀の習慣がありません。私たちは普通頭を後ろに反らせて挨拶するのです。日本人はフィリピン人も同じようにお辞儀をすると思っているのに、こちらはしない。そんなことがお互いの距離を大きくしてしまいます。日本人はオフィスで働くとき、必要なものをすべて机の上に並べて、他の人の顔など見ようともせず黙って仕事に取り掛かります。しかしフィリピンではオフィスに入ってくる誰彼とまず挨拶を交わすのが習慣です。日本人は絶対にそんなことはしません。それは文化の違いです。習慣の問題です。フィリピン人の中にはトーレスよりはるかに辛い経験を日本から味わわされた人がいます。戦争中に日本軍の捕虜となった人たちです。弁護士のレオカディオ・デアシスもその一人です。デアシスは他の捕虜とともに日本に送られ、思想教育を受けました。それはフィリピンを日本の一部に組み入れるための準備の一つだったというのが歴史家の見方です。当時の日本は戦時体制下にあり、食料も配給制でした。配給切符がなければ何も手に入らないんです。日本で私は学生の扱いを受け、比較的優遇されていました。多分日本人よりもたくさんの配給切符をもらっていたんじゃないでしょうか。きっと日本に対する心象を良くしようと思ったんでしょう。それで普通よりも配給を増やしてくれたんですよ。増えたといってもほんの少しでしたがね。しかしフィリピン人捕虜の心象は良くなりませんでした。その原因は日本人そのものにありました。デアシスのような捕虜の目には、日本人は二つの顔を持った信用の置けない民族と映りました。私は日本人の二つの面を見てしまいました。一つは戦場で出会った軍人の野蛮さ、もう一つは本土にいる普通の日本人の天性の優しさです。彼らは皆礼儀正しく、私たちにとても良くしてくれたんですが。デアシスは
日本人に対する複雑な感情を胸にフィリピンに帰ります。戦後日本がフィリピンに対して賠償を行っていた間、彼は日本相手の貿易に携わっていました。私はフィリピン企業のために日本から設備を買い付ける仕事をしていました。そのため日本に行くことも多く、戦後の賠償を機会に日本と日本語を勉強し直したんです。この賠償の仕方に批判的な意見もあります。日本は賠償の機会を巧みに利用してフィリピン国民が得た以上の利益を手にしたというのです。我が国との交渉の際、日本はその多くを現金よりも物で賠償したいと強く主張しました。その結果、我が国には日本からの物資や機械が送り込まれることになりました。そうしたものを使っているうちにフィリピン人は日本製品に慣れていきます。しかも機械の部品や修理が必要になった時は日本に頼むしかありません。こうして日本は長い時間をかけて着実に、そして見事にフィリピン市場に入ることに成功しました。コンスタンティーノ教授はボルテスファイブにも賠償問題と同じ長期的な戦略があるといいます。もし日本がどこか他の国に日本という国の新しいイメージを売り込みたいとか、軍国主義的な思想を植え付けたいと考えたとしましょう。そのターゲットは当然子供でなければなりません。それはかつてスペイン人が我が国を征服した時に取ったやり方とそっくりなのです。スペインの宣教師たちはまず子供たちを回収させることに全力を注ぐよう指示されていました。子供たちを回収させることができたら10年後には国全体がスペインに従うはずだという考えからです。そして事実その通りになったのですから。ボルテス5の場合も同じことが言えるのではないでしょうか。このアニメのターゲットも子供たちです。子供たちが大人になった時、軍事力の復活を望む一部の日本人の願いが実現するのではないか、それが心配だったのです。ボルテス5に反対した人の中にも、トーレスのようにそれは考えすぎだという人もいます。日本の関心はもっぱらビジネスに限られているというのです。心配なのはむしろ我が国に恐ろしくたくさんの日本人ビジネスマンがなだれ込んでくることです。もちろん軍事が目的ではなく商売だけが狙いだとしても心配であることに変わりはないのですが、私たちにとって不安なのはフィリピンをはじめアジアの国々に日本人が進出しすぎることなのです。今5歳ぐらいの小さな子供が10年後15年後に日本のものなら何でもいい、日本のものは全て強力なので黙って受け入れるしかないと思い込んでしまうのではないか、それが心配なのです。 Actually from that, you know, from a robot, from that point I realized that parang yung mga Hapon high tech sila, parang ganun yun ang dating sa akin, yung parang first impression, parang the Japanese are not really that bad. I mean, they're good people. They're intelligent. They're hardworking. Yung parang ganun ang dating. 日本製かどうか気にしていない人もいます。アニメはアニメ、面白ければいいじゃないかというのです。It didn't matter. Actually, if it was Japanese, Korean, whatever, it was.Bullet Five was, that was it, never mind where it came from, no? Because parang at that time, I didn't really care whether, you know, whether it's Japanese or African or whatever. It's just, it's a nice show. Mm-hmm. So I like the show, so I watched it. Bullet Five は放送禁止になったものの、その時までに
日本はフィリピンの玄関口に片足を踏み入れていました。マニラ市内では日本食のレストランが次々に開店し始めました。フィリピン人がそれまで誰も食べなかったような寿司、刺身、天ぷらをみんなが口にするようになりました。それにも増して魅力的だったのは日本のハイテク文化です。日本製の電気製品はフィリピンの消費者を引きつけました。テレビ、ビデオ、カラオケセットなどが引っ張りだこの人気で、どんな値段がついていようと仕入れた先から売れていきました。ベストセラーといえばどれも日本製です。10年も経たない間に日本はフィリピン市場に確固たる基盤を確立しました。アメリカ製の車はゆっくりと、しかし着実に日本車に追い立てられていきました。20世紀に入ってからアメリカが70年以上をかけてフィリピンで築いた地位を日本は一夜のうちに奪い取ってしまったのです。フィリピンの政治に激震が走ったのはまさにこうした時でした。1986年の秋の革命ではメディアが重要な役割を果たしました。革命派が国営放送チャンネル4の選挙に成功してから女性が秋の政権有利に転じたと言っても過言ではありません。私はあの時選挙されたチャンネル4でアナウンサーをしていました。秋の政権初期はこの放送がフィリピン国民にとって最大の情報源でした。This is the new TV4, the People's Television. チャンネル4の新しい経営陣は、古い番組はやめ、放送の内容を一新するという方針を打ち出しました。そして、ボルテス5が7年ぶりに再登場します。ボルテス5を国営放送のチャンネル4で流すことにしたのは、その方が放送禁止にされた過去が問題にされずに済むと思ったからです。民間放送の場合ならこれは以前国が禁止したものではないかとまた反対を言い出す人が出てくるはずです。しかし国営放送なら国がやっているのだからもう放送禁止ではないのだと誰もが納得するでしょう。1986年に再放送された時、ボルテス5に反対する運動は何も起こりませんでした。2度目の放送の時は批判の声はほとんど聞こえませんでした。おそらく1986年の革命当時、この国に満ち溢れていた自由な空気がそうした批判を吹き飛ばしてしまったんでしょう。13年前の1978年にボルテス5が初めて登場した時の反対運動は、狭い価値観を持つ人たちに焚き付けられた側面もあったと思います。しかし7年後の1986年に再放送された時の反応は極めて肯定的でした。しかし熱狂的な反響も起こりませんでした。視聴率は低迷し、ロボットブームも復活しませんでした。By that time, no.ボルテス5が国営放送で再放送されたのは、それが以前マルコス政権によって禁止されたからだと受け取っていいでしょうか。つまりマルコス時代にタブーとされたことを全て再評価する時代だったんだと。あえて否定はしません。拡大解釈という気もしますが。しかしまたすぐに放送中止になりましたね。なぜでしょう。番組の残りが少なかったんです。物語はもう終わりに近かったんですよ。それでもボルテス5は立派にその役割を果たしました。
かつてのファンたちは日本と日本人に心を開きながら成長し、それぞれの分野で活躍しています。ヴィンセントは今フィリピン最大の不動産会社に勤めています。時には日本人と商談をすることもありますが、ボルテス5を通して受けた日本人の印象が今も自分の中に残っているといいます。Japanese are very good. They're perfectionists. Now, some things which are okay with us are not okay with them, which is good, no? Like I hear some talk about from our engineers, like, you know, they want us to cover this hole. You know, usually you don't. This is so minor already. And, you know, when the hole is gotta be covered, it's gotta be covered. You can't say anything else. That's the way it's supposed to be. Mm-hmm. So.That when I heard that, it's like, galing, di ba? Parang, you know, attention to detail is something talagang whoa. So that's something, one of those things I respect. かつてあれほどボルテス5に反対したトーレスも、1986年に日本政府がアキノ政権を直ちに承認したのを見て気が変わったといいます。I think they あの時日本政府はフィリピン国民と共に戦うべき時だと判断したのだと思います。その点では日本人を尊敬しなければなりません。日本人が民主主義を支持して取った行動はきちんと評価すべきです。かつての日本の友人たちとの関係もあの時以来より親密なものに変わってきたと思います。トーレスと日本の友人との間に生まれた変化は日本とフィリピンの通商関係にも現れました。日本からの投資もフィリピンからの輸出も増え、巨額の対外債務に悩むフィリピンに対して日本は ODA すなわち政府開発援助を通して惜しみない財政援助を行いました。 ODA によって道路、鉄道、保健衛生、農業など各方面のプロジェクトが推し進められました。しかしこうした日本の援助に冷ややかな目を向ける人もいます。日本は何も一方的にフィリピンを助けているわけではありません。日本からの援助の内容をよく調べてみると1ドルの援助につき36セントから99セントが結局日本の懐に戻っています。 ODA というのは要するに日本の企業のためにあるパイに過ぎません。元はといえば日本の国民の税金から出ているお金です。しかし日本の企業はフィリピンがどんな開発プランを持っているかに関係なく自分たちでプロジェクトを考え出し、その費用を ODA で賄っているのです。コンスタンティーノ教授は農地を工業団地に変えるためにフィリピン政府と日本企業の間で交わされた協定などの例を挙げて両国の不平等な関係が反映されていると主張します。日本企業が持ちかけてくるプロジェクトの目的は日本からの輸出を増やすことです。フィリピンの経済を助ける気などありません。日本はフィリピンの安い労働力や資源を利用し、その代わりに公害を持ち込んでくるのです。彼の主張は明確なガイドラインの設定にあります。そしてそれをすべきなのはフィリピン政府の方なのです。日本人が我が国に投資をしたいなら我が国が作った開発計画に従うべきです。日本の企業は自分たちの利潤をまず第一に考え、フィリピンにどれだけの利益を与えられるかということには頭がなかなか回りません。その結果我が国の経済は継ぎはぎだらけとなり、統一と調和の取れた経済開発計画など全くない状態です。それは皆こうした企業が手っ取り早く利益を上げられる分野ばかりを選んで投資を行ってきたために他なりません。果たして日本は大東亜共栄圏の復活を目指すあの長期計画をまだ密かに実行しつつあるのでしょうか。歴史家の間では
日本の海外への経済進出は実は日本の自衛策だという意見が少なくありません。日本はこれまで海外に多額の投資をし、それにつれて海外市場の変動の影響を強く受けるようになりました。海外市場を安定成長させるためにはますます日本からの対外投資を続けざるを得ない仕組みになっているというのです。それからなんかまあ誰かの文部大臣とかね、それからあと一人の労働大臣とかね、トーレスたちは今こうした日本の長期的政策の恩恵に臆しています。トーレスとリハウコたちはグループオブテンというコンサルタント会社を作りました。社員は全員日本の大学の卒業生で、日本のビジネスマンがフィリピンで仕事をする上でのさまざまな相談に乗っています。日本企業の進出が増えるにつれて業績も順調に伸びています。ようやく私にも日本の文化や日本人の仕事の仕方が分かってきたんです。日本人の方も昔よりフィリピン人のことがよく分かるようになってきていると思います。すると1978年に比べて変わったのは何でしょう。コミュニケーションが増えたことと考えていいんでしょうか。コミュニケーションとお互いの働きかけです。つまり分かり合えるようになった。そう、かつては私たちも誤解していた。そうです。日本人も変わった。そうです。しかしこうした新しい相互理解の関係も、日本がフィリピンを対等の相手と見るようにならない限り、結局不安定なものに終わってしまいます。誰にとって誰が必要かということではないのです。大切なのは2つの国が互いに利益を与え合う関係になることです。現在の日本の援助では日本が得をするだけです。あれは日本の納税者による日本企業に対する援助であって、フィリピン国民に対する援助とは言えません。フィリピンと日本の友情を深く固いものにするには、ギブアンドテイクの関係を打ち立てる必要があります。そのためにすべきことはまだあるというのが、かつての日本軍の捕虜でその後天皇から勲章も受けたデ・アシスです。日本との関係はかなり良くなってきているんです。あと必要なのは、日本が本当に我が国のためを考えた政策を取ってくれること、商売ではなく我が国の実情に合った援助をしてくれることだけです。ボルテス5にもう一つのメッセージがあったとすれば、それはお互いが協力し合えば大きな力が生まれるということでしょう。今考えるとあのアニメはそのことを教えてくれていたんですね。5つに分かれていたのが合体し、刀が出てくればもう無敵なんですから。一つになって力を合わせればこれほど強いものはない。それがボルテス5の明快なメッセージだったと思うのです。フィリピンのことわざに、自分がどこから来たかを振り返らない者はゴールにも決してたどり着けないというのがあります。思えば私たちは過去から現在まで長い旅をしてきました。戦争で傷つき苦しんだ時代から相互理解を目指す現代まで、そしてちっぽけな子供のおもちゃから国と国との間に立ちはだかる大きな壁まで、ボルテス5はフィリピンと日本が生み出すさまざまな問題を一身に背負わされてきました。1978年にこのアニメがテレビの画面から消えたのも両国間の不信感の表れでした。もし2つの国がそこから前に一歩を踏み出そうとしていなければ、1986年に再登場することもなかったでしょう。ボルテス5はバラバラの部分が一つにまとまると
どんな困難にも立ち向かえることを示してくれました。私たちフィリピン人と日本の皆さんとが互いを理解する努力を怠るとし、私たちはすぐあの1978年に戻ってしまうでしょう。ボルテス5はそのことを私たちに教えてくれました。デス5という日本ではほとんど注目を集めなかった普通の一アニメーション番組が、このフィリピンではご覧のように社会経済文化と重なり合ってさまざまな議論を巻き起こした。しかもそれが大きな社会的意味を持って展開していったという事実は、率直に申し上げて私にとっては大変に意外なことでございました。繰り返して申し上げますけれども、この番組はフィリピンの皆さん方がフィリピンの皆さん方の視点で、フィリピンの皆さん方の手だけによって作られた番組でございます。この番組の中で私は歴史学者のコンスタンティーノさんの意見が印象に残りました。メガネをかけたかなり厳しい対日感情をお持ちの方でいらっしゃいましたが、実はコンスタンティーノさんのご意見が今のフィリピンを代表する多数意見ですかということを私はここのスタッフに尋ねました。キャスターのミランダさんからは、コンスタンティーノさんはフィリピンの政策決定に大変影響を持つ方でいらっしゃるけれども、しかし多数意見とは思わないと、ただあれは同じ世代の皆さん方が共通して持っている感情だと思うというふうな答えが返ってまいりました。一つの同じ国でありながら戦争を体験している世代と、漫画は漫画じゃないかというふうに言い切れる戦争を全く知らない世代、このジェネレーションのギャップが日本製の一アニメーション番組が引き金となってさまざまな議論を展開している。しかもその一つ一つが彼らにとって重く真剣なものであったという事実が私どもの前に横たわりました。私どもの目では拾いきれなかったこうした素材を彼らが見つけ出して、そしてこのようにして番組化した、そういう意味でもこのドキュメンタリーは大いに考えさせられた番組でございました。